さあ、ということでみんな、今から夕飯の時間だ。やったね、みんなね。なんかすごい物騒な銃持ってるけどね。お腹すいたー、わーいって。僕たちは家族、ファミリーなんだ。長男のナオ。ママ、新しい銃欲しいよーって。で、次男のユウトくん。そして、ペットののっちゃん。ワンワンって。で、はい、ゲトウスグル。そして、お母さんのラドドさんです。わがまま言うんじゃないよ、あなたって。あー、ラドドさん。ママ、今日の夜ご飯は何？ママ、ラドママ、夜ご飯持ってきて、自分で取ってきなさいということなんですね。なので皆さん、我々はね、一狩り行こうぜって。はい、全員銃を持つんだ。ラドママの言う通り、そうだ。はい。でね。はい、まあ、何も見ないでおきましょう。何も見てないです。はい、じゃあちょっと一狩り行こうか。一狩り行きたいかなと思います。あ、いるね。食料だ。やったー。じゃあちょっとこれ食べようかな。あー、すごい。あ、なるほど。なるほどね。こんな感じで引きずり回すと。引きずり回して、どうやって食うんや、これ。あー、なるほど。なんか、なんとなくみんなこのゲームを理解した気がするわ。うん。頭一発って、そういう問題じゃないんですよね。いいか、ファミリーたち。はい、このように倒して、はい、食べるんだ。じゃあ、ここをいただこうかな。じゃあ、頭をいただこうかな。はい。もぎ取って、頭をいただきやーすと。はい。よし、食べていいよ、なっちゃんも。ほら、僕は胴体をいただこうかな。胴体食べちゃおう。うん。エヴァンゲリオンで見たって。この大空に、翼を広げねっしゃ。捕食シーンじゃん。ほら、のっちゃん、のっちゃん、足も食べなさい、ちゃんと。ほら、足も食べなさい、ちゃんと。そう、残しちゃダメでしょ。わん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 、はい、足も食べなさい。残ってるよ、まだ残ってるからね。まだ食べなさい、ちゃんと。はい。なんか今連れてかれなかった、みんな。あれ何、あれね、あれ何、みんな、なんか、天使に連れてかれたんだけど、ヌーブが。これ、踊り食いの方がうまそうだなーって。はい、皆さん、はい、ということで、リリチョウです。皆さん、今日やるゲームがこちらです。シュート&イートヌーブということで、これ、アマスキさんいますね。はい。まあまあ、なんか、説明意味わかんないんですけど、ヌーブくんを食べてお金を稼ぐシミュレーターです。はい、わけがわからないですね。お残しは許しまへんで、っていう。わけわかんないんだけど、上の鳥って何？ほら。鳥、ほら。鳥撃ち落とせないの？ほら。ほら、上、ほら、鳥、ほら。あ、落ちた。なんなの、鳥。はい、で、捕食すると。さあ、これで皆さん、捕食すると、ほら、お金、捕食の数とコインが溜まっていくわけですね。ほら、こんな感じ食べていきます。ほら、これでお金が入る。で、なんかね、貯めたお金でいろいろ買ったりできるらしいですね。あ、待って、みんな、のっちゃん、ほら、シルバーヌーブ。でも、レアだよ、シルバーは。ほら。あ、お金稼げる！すごい！シルバーのヌーブくんを食べると、いけるんだ。撃ち落としたって。絶対撃ち落としたどこ言うと。森の方で撃ち落としただって。どっち？で、ほら、ヌーブくんに前、ロックルーブみたいな感じで、まあ、岩のヌーブみたいな、いろんな種類のヌーブくんがいるみたいですね。どこ言うと。あ、いたいた。向こうだ、向こう。のっちゃん、向こうだ、向こう。ほら、言うといたいたいた。言うとそこで待っといて。ここ、いろいろがあるよって。なにこれ、みんな待って。なんかさ、ゼルダの伝説のマスターソードみたいなやつがある。洞窟とかもあるだって。ヌーブくんを倒す以外の要素もあるってこと？これ。なにこれ？触る。触れないわ。なんか、クリックできるけど、まだ無理って感じだね。で、ある程度多分ヌーブくんを倒さないと無理みたいな感じなんかな。言うと、のっちゃん、じゃあちょっとさ、俺らで洞窟探検しない？誰か洞窟行きたい人いる？洞窟行きたい人森に来てくんない？洞窟探検しない？俺と。ゴールドゾンビがいるんだ。あれは？明かりってないの？明かり言うと。明かりは売ってないの？明かり。あー、そこら辺まだわかんないんだ。ちょっと行ってみるか。あ、待って、朝方行った方がいいってことじゃん。夜行って見れるかな？巨大な洞窟があるみたいですね。ほら、どっちがいる？行こっか。なんかあった？白クマ。ほら、暗すぎてみんな何も見えない。待って。言うと？なんかさ、はぁはぁ聞こえない？待ってみんな！なにこいつ！ゆ、のっちゃん！やばい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 ！なんだこいつ！
なんかのっちゃんの仲間みたいなのいなかった今。あれみんなボスだ。あいつを倒すのが目的なんじゃない？ねえ、先祖だって。あいつを倒すまで、一旦ヌーブで我慢するんだよ。あいつを捕食しないといけないんだ。そういうことね。ようやくなんかルール分かったね。こっち来たてーって。あー。ごめんなさい。ラドン行け！撃て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 ！逃げてる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 。やれ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 ！部屋中入ったって。部屋中。待ってくれー！ごめんねみんな。はぁ？何あいつ？減ってる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 。いや、やばいやばいこいつ。ラドーン！なんで俺ばっかり来んだよ。なあ。俺ばっかり来んなよ、マジで。みんな、撃て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 、倒せる倒せる倒せる。なんで俺ばっかりなんだよ。じゃあ。俺しか来ねえんだよ、こいつ。あ、引っかかった引っかかった、来た来た来た、スタック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 。よし、ダオ君、そこです。あ、のっちゃんか。あー！倒せる倒せる倒せる。倒したら俺らで捕食できるぞ。こいつを。お金めっちゃ入るんちゃう俺ら。これ倒したら。やれ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 。あとちょっとあとちょっとあとちょっと。頑張れ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 。倒せる倒せる倒せる。ナイスー！倒せる捕食しろ！食らい尽くせ！オーケー！みんなで食べようねー。ほらみんな仲良く仲良く。取り合わないの。仲良く仲良く。均等に分けるって約束でしょ？食料は。ね。俺の俺のって。皆さん、弱肉強食です。この世界は。いいですか？そういう世界なんですよ。覚えとくんだな。金えぐって。ね、えぐいね。めっちゃ金入るぞ。みんな、後ろ。みんな待って、後ろ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 。何これ ?100 コインで手に入るやつ？せっかくなんで、ショップ行ってみましょうか。あー、ヌーブバーガーとかあるわ。で、武器が、こんな感じでたくさんあるんだね。じゃあ、例えば、じゃあ、俺もヌーブバーガー買ってみよっか。これでじゃあお金が稼げるってこと？すごーい！すごいすごい！はい、ヌーブバーガー。ありますね。あ、食った！はい、食ってます。あー、このヌーブの数が増えるだけか。金じゃない方を増やせるってことね。なるほど、なるほど。はい、食ってます、食ってます、めっちゃ。はい、食って、食って、食って。はい、ヌーブを捕食。早い、早い、早い。早い、早い、いいね。食え、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 食え。オッケー。すご、70まで溜まった。あと、安いやつといえば、あとはやっぱあれだね。ほら、最低でも2000貯めないと AK 手に入んないね。ひたすらヌーブ殺すしかないじゃん。はい、じゃあ、ファットヌーブ。はい、これで倒す。倒して、皆さん捕食です。暴走族がいるって。うん、そうだね。なんかみんな車に乗ってるね、なんかね。うん、なんか暴れ回ってる人いるわ。あ、皆さん、これ地道な作業ですよ。はい、とりあえずヌーブ食べていきます。え、そういえばさ、あれ、3号パイセン？待って、ちょっと来なさい。3号パイセン、59体食べたんだ。あなた、ヌーブ狂信じゃなかったっけ？プロフル。あの、ヌーブの心を愛しって言ってなかったっけ？いいの？あなた、捕食してるよ、仲間を。共食いで共食い。やっぱーって、うん。取り込まないとって。あー、払う、取り込むって。あー、なるほどね。あ、それの繰り返しなんだ。もう仲間すら取り込んでいくんだ、3号パイセンは。ヌーブ狂信。なんかなぁ、いいのかなほんとに。待て待て待て、見た！なんか見た、痛ーい！みんな、飛ばしろ飛ばしろ飛ばしろ。ゴールドヌーブ、ゴールドヌーブ。あいつ絶対倒した方がいい。ナイスですね。ちょっと俺にも残しといて、みんな。ねえ、ちょっと俺にも残しといてって。残ってない、消えたじゃん、全部。うめぇーって。強いものが食らう。そうだね。はい、フライングヌーブ食います。フライングヌーブはいくらだ？あ、10コインだ、高い。逆にさ、みんな、あと何があるんだろうね。マスターソードがちょっと気になることはあるけどな。なんかさ、みんなまだこれ探索するところあるんじゃない？きっと。探索してみよう。なんかあったら教えて。巨大な腕がある？何それ？森の反対側にあるだって。ちょっと森の反対側行こう。なんか、巨大な腕があるらしい。道なりに沿って進んでいくんかな？森の反対側にも何か、めちゃめちゃバランス悪いの動き方の。こっち？はいはいはい。あー！確かに。何これ？あ、皆さん、巨大な腕がありますね。触れたりはできない？飾りなんかただの。なんか夜の間だけ作動するみたいなやつなんかな。これもちょっと気になりますね。だから、ただなんかヌーブを殺すだけじゃなさそう。
あの剣のやつもそうだしね、何かしらの条件を満たすことによって解放されるんだろうね。なんかね、剣は森の中にあるよ、マスターソード。あーって白クマどうした？飛んでる？うん、なんかやっぱ飛んでたな今ね。なんかめちゃくちゃ飛んじゃいかんやつ飛んでたね今。何なんだ一体。てかみんなこういうのなんて言うんだっけ、カニバリズムって言うんだっけ、こういうのやばいよな。その人が人を食べるっていうのをカニバリズムって言うんだよ。なんだっけ、なんかあれだよね、人間食うとやばいって聞くよね。あのグールとかもそうだよね、東京グールとかも人間食うもんね、人間の肉を。でもなんかあれなんだよね、人間の肉食べるとなんか頭がおかしくなるって聞いたことあるわ。本当かどうか知らねえけど、遺伝子だか菌だかって。あーなるほど、そういうことか。病気になっちゃうんだ、その遺伝子を食うから。皆さん絶対、まあ、ダメなの当たり前なんだけどね。当たり前なんですけど。あのね、ロブロックスって、イカれたゲームを作るの。いい意味でも悪い意味でも。脳とかは食べたらダメだって、誰が食うんや。食べちゃダメらしいです、皆さん。人間の脳を。次、2000だよね。どういうことなの？ゾンビナオ。ナオくん？あ、じゃあ、ナオくん食べるね。いただきます、ナオくん。いや、美味しい、ナオくん。いや、ナオくん美味しいねー。うん、ナオくん食べたわ。うん。うん。そんな顔で見ないでよ。なんか、そんな顔で見ないで、ナオくんすごい。うん、降格請求するってね。あ、これゾンビになるみたいです、皆さん、これ。なんかゾンビの襲撃来たぞ、ゾンビの襲撃。あー、ゆうとくん！落ち着け、ゆうと！あー、言うこと聞かない。リリチオゾンビ。あー、すげえ！動画がゾンビにもなるの、これ。みんな来たぞ、また、狼。2回目の狼だ。多分みんなこれあれだ。マップが出たばっかりだから、まだ課金要素とかがないんだ。じゃあ、事実上の無理なんかな？多分無理なんじゃないんかな？待って、マスターソードの出し方とかなんかバッチで書いてあるんか？これ。あー、でもなんかありそう。なんかみんなあれですね、ほら、シークレットバッチとかあるわ。あと、シークレットバッチ。呪われた顔が浮かび上がるみたいなやつもある。なんかみんなありそうだよ、このマップまだ。そんななんか単純な話じゃなさそう。隠し要素まだ隠れてそうだね。あの腕のやつとかもそうだけど。あとマスターソード弾ける弾けないのやつもそうだけどね。絶対なんかあるわ、これ。どうやってやるんだろうね。美味しかったって。何がですか？マスターソード？いや、ほらみんな見て。これでも267だよ。全然じゃん。あとみんな横こもったらさ、みんなこれ雨月だ。うん、雨月めちゃくちゃ乗っちゃ見てるぞ、ほら。見て。横こもったらこのさ、レジの人雨月だ、ほら。めっちゃこっち見てくるぞ、これ首。うん、首の動きやばいだろ、この雨月。ほら。あ、これ撃てるの？うん、みんな雨月に当たり判定あるよ。うん、お前は撃っちゃダメな、雨月。なあ。雨月捕食したいけどね。ダメなんだね。PVP ありできるかって。あ、PVP、みんな、左上の設定で、PVP ありできるよ。そうすれば、ああ雨月！マジか、ちょっと待って。ナオくん？ナオくん！あー、なるほど、皆さん、これ PVP オンにしたら、動画班同士で殺し合いができて、ほら、殺した動画を食べる、食べてみよっか、じゃあ。ほら、じゃあ、白熊の頭食べます。あうん、バチが当たったね。うん、バチが当たった。動画の食べちゃダメらしいわ。あー、これで血の表現とかもできるんだ。ほら、バイオレンス表現を追加したりもできる。グロいね。でも結局皆さんちょっと調べたんですけど、マスターソードとかの調べ方ちょっとわかんないね。でもみんなあれだよ。お金が次買えるやつが2000円とかなの。明らかにさ、これ普通にやってるだけじゃ2000円貯めるのって無理なのね。だから大金を獲得する手段がまだ隠されてるんじゃないのかなって気がしてる俺は。まあ皆さんこんなもんにしときますか、じゃあ。はい、ということで、ヌーブを貯めてお金を稼ぐゲームでした。ああ、ほらね、うん、極めて生命の侮辱を感じるゲームということで、まあ、あまりな、なんかこう、グロい系が嫌いな方はやることをお勧めしません。でも、まあ、ロブロックスらしいなとは感じたね。これ、他のゲームでこんなのあったら炎上だわ。はい、ということで皆さん、ぜひともね、この動画を見て面白いと思った方、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今日の動画終わりです。皆さん、お疲れ様でした。